はい、短期決戦です。5月19日8時30分です。第1279回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6ね、過去6回ロト6過去6回から傾向を見ると、6回中3回が37、6回中3回1回ボーナス数字が34、22、34、6回中2回が18、28、31、6回中2回1回ボーナス数字が6で、今後4回ね、ロト6過去2回とミニロトとロト7から傾向を見ると、4回中2回が12と21で、過去6回抽出数字がこれ、今後4回抽出数字がこれで、合体させて全抽出数字がこれで、前回連想展開、前回の数字を並び替えてその隣をオレンジ色で示したのがこれ、結番が1と10、オレンジ色の部分はね2と7と9で、緑色で反転させたのが2回以上出てる数字、出てない数字がこれ、挟まれた数字がこれ、参考回がこれで、ロト7からロト6は出る可能性がある。でもあれだね、ロト6の過去からも出る可能性あるんだよね、過去2回からね。この前は過去3回の参考前が出た、あ、ロト7か、それよし、じゃあね、予想していきましょう。とりあえず 1は出そうだね、1ね。でも昨日さ、1の位が出てないんだよね、これね、昨日今日とね。まあいいや、1、1、1、1、8、1、8、1、8、5、8、6、8、1、4、7、1、2、3、こんな感じ。1、1、12、18、22、30、23、31、43、31、43で同じやん。33、36、1、19、20、19、20、9、30、4、1、43、41、すごいな。1と43を入れてるっていうね、すごいなこれ。頭と端っこだ。うん、20、22っていいな。21、24、20、24、20、24、13、15、20、24、あ、これいいかもしれないね、これ買おう。18、14、21、23、29、16、17、18、31とか、5、8、15、18、22、28、なんだろうなこれな、6、8、14、16、25、36、20、24、25、19、
30、40、42、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188